YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の高原です。今回ご紹介していきますお車はこちら、6型のハイエースワゴン GL の、肉のガソリンパールホワイトのフレックスオリジナル内装アレンジバージョン1、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらメーカーオプションのトヨタセーフティーセンスとパノラミックビューモニターのカメラ、あとインテリジェントクリアランスソナーがついてます。はい、そしてこちらフレックスオリジナルのフロントスポイラー、デルフィーノラインのものになります。はい、そして車高の方は2インチローダウンしてます。はい、そしてこちらフレックスオリジナルのこちらもデルフィーノラインのオーバーフェンダーになります。はい、そしてこちらグッドイヤーのナスカータイヤとフレックスオリジナルの、バルベロディープス、フレックスオリジナルカラーですね、バルベロディープスの17インチとなります。はい、そしてこちらトヨタメーカーオプションのデジタルインナーミラーのカメラの部分になります。はい、そしてインテリジェントクリアランスソナーリアにも4点ございます。はい、そしてこちらが電動スライドドアになっております。はい、こちらがフレックスオリジナル内装か仮装バージョン1になります。はい、こちらのベッドマットはすべて取り外しが可能で、こちらの中に収納していくことができますので、まあ、より簡単に、ベッドモードと、人が乗る時の室内モードという形で簡単に使っていただけます。詳細の方はホームページのお写真の方で掲載しておりますので、そちらご確認お願いします。はい、そしてこちら装備品なんですが、天井スピーカーと後部座席のフリップダウンモニターになりますね。スピーカーがロックフォードで、フリップダウンモニターがカロッツエリアになります。はい、そして内装の木目インテリアパネルをシフトノブとハンドルセットで付けています。はい、そしてこちらデジタルインナーミラーですね。はい、でフロントのナビは、同じくカロッツエリアの7インチナビになります。はい、でこちらがバックカメラとパノラミックビューモニター、まあ、綺麗に映りますね。はい、こちらがフレックスオリジナル内装アレンジバージョン1、大変人気となっておりますので、ぜひご検討くださいませ。はい、それでは今回のご紹介はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。